おいすおいす。やっぱちょっと今精神がやばいからさ、動画を上げれないんだけどって言って動画撮ってるっていう。だからこれを上げるときはすごいね、結構時間かかるかもしれない。って言ってもそんなにかないな。まあでもなんかね、動画を撮りたいんだけど、いや今精神が不安定な状態だけど動画好きなんだよね。うん、で、あ、加藤純一さんのあれ見たわ。あれ。マジで。最近ね、もう多分ショックが起きて、脳みそが使えなくなってる、脳みそが。本当に。語彙がね、完全に死んだ。ああ、マジで。脳みそを犠牲にしてまで俺は生きてる。記憶力がない。名前が浮かんでこないんですよ。ジジイの生活っていうか、本当にやばくて今。やばいっていうので、でもやっぱ精神の負荷かかると脳が多分腐ってんだよ。その脳に快楽物質じゃないんだけど、そのバランスを自律神経が失調してるのかもね。自律神経失調症だの、適応障害だの。適応障害ってなんだろうな、多分そもそものやつなの。でもそれだけじゃないでしょ。いや本当に旅行行かなきゃよかった。旅行行ってマジで悪くなって、お父さんとの会話の積み重ねと、おじいちゃんが死んじゃったよって言われたのと、一番腹立ったのは、なんかそのね、人はいつか死ぬからね、みたいなね、ことを言われるのは別にいいんですけど、それをなんか悲しい雰囲気みたいな感じでお父さんがおじいちゃんのこと喋り始めたこと、別にどうでもいいし、あとそもそも、おじいちゃんが死んだかどうかのタイミングっていうのの、明らかに電話もらった時のタイミングがちょっと30分くらいずれて言われるっていうのがすごい腹立った。電話来たらすぐに行ってほしかったのに。うん、でも俺はお父さん好きじゃないんでね。まあお父さん、まあでも嫌いなやつの話ってしちゃダメなんですけど、でも俺のお父さん嫌いな人ってね、わかんない。職場にいるかわからんし、元同級生とか嫌いな人は中にはいるかもしれんけど、みんながみんな俺のお父さん嫌いじゃないわけ。このアーティスト嫌いだよねっていう話じゃなくて、うん、内輪的な嫌いだから俺話してもいいかなっていう独特な基準だけど、まあそれしか喋ることがないんだけど、でも今ちょっと、今グワングワンして疲れて無理だ。喋れない。やっぱ喋っちゃダメだ。夜はやっぱダメだ。クソ、喋りたいのに路列が回んない。喋りたいのにな。それがショックだな。ちょっと本当休む。マジ休む。